王に代わり黒騎士が告げる。これより先は黒の箱舟、滅びし里の維持を伴い文字盤に手を触れるがいい。それって、うん、どうしたの？いや、どうやら最後の領域には黒騎士がいるようですね。そしてなぜか僕をわざわざご指名らしい。ああ、そうみたいやな。ヨシャ君、どないするつもりや？もちろん招待に応じるつもりです。いつでも文字盤に触るので準備ができたら言ってください。ヨシュア、大丈夫、何があっても平気だよ。とにかく今は先に進むことだけを考えよう。王に代わり黒騎士が告げる。これより先は黒の箱舟、滅びし里の維持を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは、赤の箱舟、グロリアス。その色がカラスみたいに真っ黒になったものみたい。何か焦げたものでも食べちゃったのかしら。まさに黒の箱舟ね。見たところ船体の形状と大きさはオリジナルとほぼ同じのようです。実際に艦内に入って探索する必要がありそうですね。ああ、さすが最後の領域、一筋縄では行きそうにもないな。研究所と同じく結社の人形兵器が徘徊してる可能性が高いやろ。注意して進むとしようや。ええ、了解です。どうしてこんなことに。この世界の謎を解き明かして結社に報告すれば出世間違いなしだというのに。それもこれもみんなあいつらのせいだ。あいつらが悪いに決まってる。久々に会ったけど全然変わってないみたいね。なんでまたこんなところに捕まってるんや。君たちはいつの間にこんなところまで。そうか、僕のことを笑い者にしに来たんだろう。いや、悪いけど正直忘れかけとったわ。兄さんの方はまた渦に巻き込まれてこんなところまでたどり着いたんか。その通りだ。どうやらここもオートと同じく本物に似せた場所みたいだな。あっという間にボーグルに囲まれて電撃を浴びせられて目が覚めたらこの中だったよ。なるほど。相当精神的に参っているみたいだな。少し待っていてください。多分向こうの端末を操作すればこの障壁は解除できるはずです。もう放っておいてくれ。どうせ戻れたところでカンパネルラ様にいじめられて笑い者にされるのがオチさ。出世なんて、結社で出世するなんて僕には無理だったんだよ。ブツブツ。なんか悪い方に思考がループし始めたみたいやな。でも目の付けどころは悪くはないんじゃないかしら。この影の国は結社の技術すら超えた次元において成り立ってるわ。もし報告することができたら13工房あたりが喜びそうね。それは本当かい？って、
君は。レン様。なんで殲滅天使が。いえ、あなた様がこんな場所に。まさか僕が裏切ったと思って始末しに来たんじゃ。あら、お兄さん裏切ったの？裏切り者の始末なんて別にレンの仕事じゃないけど、お望みだったら特別にお仕置きしてあげてもいいわよ。裏切ってません、裏切ってませんってば。レン、こらこら、あんまりいじめないの。なあ、わかったよ。そこまで言うならお願いしてやる。お礼ならいくらでもするから、この忌々しい障壁を消してくれ。最初からそう言えばいいのよ。了解した。へえ、難儀な兄さんやな。まえ、とっとと向こうの端末を操作してみるか。おお、やったやったぞ。これぞ運命、女神の導きというものさ。やれやれ、調子のいい兄さんやな。これで勝ったと思うなよ。本来なら敵である君たちに礼などする必要もないところだが、特別にこれをやるからせいぜい感謝するがいい。それって更新されたばかりの最新のセキュリティカードさ。ま、この世界に来る前に僕に支給されていたものだから、とても使えるとは思えないがね。ではさらばだ諸君、今度会った時は再び敵同士、せいぜい覚悟しておくことだな。なんか一瞬思考停止に陥っちゃったわ。カンパネルラが気に入ってるのもなんだかわかる気がするわ。ケビンさん、このセキュリティカード意外と使えるかもしれません。あ、ちょうど俺もそう思ってたところや。使えそうな場所があったらとにかく試してみるとしよう。現在このエレベーターは使用制限がかけられています。使用したい場合は最新のセキュリティカードで認証を受けてください。認証しました。よし。まさかさっきのカードが本当に使えちゃうなんて。ただの偶然、それとも必然かしらね。いずれにせよこれで格納庫に降りられます。とにかく行ってみましょう。あ、せやな。ギャハハハハ、よく来やがったな。え？うん？ドルンさん、キールさん、どうやらあんたらも利用されてるみたいやね。おお、その通りだ。正直わけがわからないが、そういうものだっていうのは理屈抜きで実感できるぜ。だったらこんな悪趣味な趣向とっとと済ませちまうとしよう。その方が話は早いだろ。キールさん、ドルンさん、よしは久しぶりだな。旅に出ているみたいだが元気でやってるのか。うん、おかげさまで。そちらこそ運送会社順調そうで何よりだよ。まあ女王に借りを作っちまったし、早いところ借金を返さなくちゃな。そのためにもとっととこの事件を解決してジョゼットを無事返しやがれよ。何しろうちの経理担当だ。このまま帰ってこなかったら一月も経たずに日上がっちまう。
確かにそうかもね。よし、それじゃあ早速始めるとするかよ。やれやれ、話が早くて助かるわ。カプア特急便社長、ドルンカプア。同じく副社長、キールカプア。その他社員一同。さっきも言った通り、こちらは手加減抜きだ。くれぐれも全力でぶつかってきやがれよ。それじゃあ行くよ。ふう、さすがに手強かったな。これで一安心ってもんだ。二人とも、まあ言うまでもないが、俺たちはあくまで前座だ。この先に待ち受けているのは化け物ばかりだから気をつけろや。それとどうやら俺たちの存在は限定的にこの世界に残るらしい。少しは力になってやれそうだから、よろしく頼んだぞ。あの人たちらしいというか。ふーん、随分とお人よしさんたちなのね。エステルといい勝負だわ。確かに。あのね、でもこれでジョゼットも少しは安心できるんじゃないかな。うん、どうやらこれで箱舟の前方エリアにも行けるようになったみたいです。万全の体制で挑みましょう。な、せやな。よくぞここまでたどり着いた。因果なものだな。このような形で諸君と再会を果たすとは。嬉しいぜ、こんな場所までのこのことやってくるとはな。お久しぶりと言うべきかしら。やはりあなたたちだったか。あなたたち三人との勝負か。なんだかレン、すごくワクワクしてきたわ。それはこちらのセリフだよ。漆黒の牙に加えて殲滅天使が相手とは、これはなかなか手こずりそうね。だがそれがまたいい。思う存分血に酔えそうだぜ。同感ね。はあ、この三人とまとめてやり合うなんて、さすがにちょっと反則のような気もするけど。何を言う、エステル・ブライト。あなたもあの事件を経てさらなる高みに手が届いたはず。久しぶりの手合わせ、存分に楽しませてもらうぜ。なんか嫌な期待のされ方ね。どうやら問答無用みたいやな。言うても無駄やろうけど、せいぜいお手柔らかに頼むわ。ふざけるのはそこまでだ。とっくにネタは上がってんだよ、この三味線野郎が。芸法狩り、噂程度には知っていたが、まさかあの白面を滅するほどの腕だったとはな。見事欺いてくれたものね。正直
教授の仇を討つつもりは毛頭ないけれど。欺いてくれた借りは敬意とともに返すというのが我らの流儀というもの。てめえの本性見せてもらうぜ。やれやれ。しかしま、あんたたちなら遠慮する必要はなさそうや。あんたらのことをまとめて下法と認定する。お望み通り徹底的に狩らせてもらうわ。ケビンさん。これはいい。どうやら我らと同じく期待通りの人出なしのようだな。漆黒の小僧、てめえも本気を出せよ。くぬけた調子でいたら問答無用で食いちぎるからだ。無用な心配だ。ここに乗り込んだ時点で僕の覚悟は固まっている。あなたたちの先にいる彼の前に立つためにも全力で挑ませてもらおう。よしは。どうやら最高の舞台が整ってくれたみたいね。ああ、ゾクゾクしてくるぜ。それでは始めるとしようか。無限にして無限、永劫に果てることなき至高のカルナバーレを。ちっ、甘く見すぎてたか。でも悪くない勝負だったわ。もう少し長く続いていてもよかったくらいかしら。冗談でしょ。さすがにそれは勘弁させてもらうよ。ああ、まったくや。あら、レンはもう少し遊んでいてもよかったけど。さて、我らを退けたところで諸君は第四の守護者に挑戦する資格を得た。影の王が見出した最初にして最後の守護者、おそらく最大の壁となって立ち塞がってくるでしょうね。それでも俺たち三人相手にここまで立ち回ったんだ。無様を晒したら殺すぞ。ああ、分かってる。ま、せいぜい気張らせてもらうわ。三人とも、もう行ってしまうの？名残惜しいがね。君の方は、いつ結社に戻ってくるつもりかな？それは。納得いくまで迷いなさい。我らはレギオン。その行動はアンギスといえど、制限することはできない。敵に回るんだったら楽しみにさせてもらうぜ。戻ってくるんなら、ま、稽古でもつけてやるよ。お前だったらあの寸計すぐにマスターしそうだしな。考えさせてもらうわね。さて、そろそろ時間のようだ。それでは皆様、今宵の舞台はこれにて。そんじゃあばよ。転用の魔法陣。さてと、いよいよこの領域での最後の戦いや。ヨシャ君、このまま進んでも平気か？問題ありません。万全の準備を整えてから魔法陣の中に入りましょう。
どうやら決戦の舞台をわざわざ用意したみたいやな。ええ、おそらくは階段の上の方から研ぎ澄まされた気配がします。行ってみましょう。よくぞ来た、滅びし里の維持、そして聖魂を背負うし贖い人よ。待たせたな。王が用意した遊戯盤、よくぞここまで駒を進めた。最後の守護者たる私を倒せば、この第六聖槍の果ては見えよう。無論それは不可能に近い試練ではあるがな。一つだけ聞いてもいいですか？何？どうして、なぜあなたはそのような格好をして顔を隠しているんですか？何を聞くかと思ったら、王がそう望まれたから。それ以上の理由がどこにある？違う！あなたがここにいる理由は確かにそうかもしれない。だが顔を隠しているのは影の王が望んだからじゃない。その理由は全く別のものだ。ヨシュア君。ヨシュア。やっぱりみんな気づいていたみたいですね。僕が不甲斐ないばかりに本当にすみませんでした。何、君のせいばかりではないやろ。俺らかてまさかという気持ちがあったのも確かやしな。うん、そうね。レインは最初から気づいてたわ。なんとなく言えなかったけど。何を納得しているのか知らないが、それが真実だと思うなら構わずここで言ってみるがいい。それを告げるだけの覚悟がお前たちにあるのならばだが。断る。何？あなたの正体など力ずくでその仮面を剥ぎ取ればわかること。確かなのはここを乗り越えない限り明日が来ないということだけだ。ならば今はあえてそのことに触れずに置く。迷うのでもなく、そして逃げるためでもなく、ただ全身全霊をかけてあなたという試練に勝つために。ヨシュア君。ヨシュア。うん、私もそれに乗った。仕方ないからレンも手伝ってあげるわ。まさかそんな風に開き直るとは思わなかったぞ。いいだろう。ならばこの顔、力ずくでさらけ出してみるがいい。黒のドラギオン。そうきたかい。我が名は黒騎士、漆黒の隆起を狩る深淵の守護者なり。影の王との制約に従い、今ここに試練として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。あ、望むところや。見事俺の顔をさらけ出したか。やはりレーベ。再びこうして
相まみえることになろうとはな。もはやお前にとっては無用の再会かもしれないが。そんなわけないじゃないか。僕は多分怖かったんだと思う。レーベにまた会えたとしてもすぐに別れはやってくる。その痛みを味わいたくなくて気づかないふりをしていた。そんな僕の不甲斐なさがレーベに仮面をまとわせた。それが真実だろう。ああ、その通りだ。影の王によって俺という概念はこの世界によみがえった。お前たちの前に立ちふさがる最強にして最大の守護者として。だが仮面をまとわせたのは確かにお前たちの思いなのだろう。この影の国は想念によって変化しうるからな。やっぱりそうか。しかしその役回りもお前たちのおかげで終わりだ。正直なところ、ドラギオンまで持ち出して破れるとは思わなかったがな。さすがに危なかったけどね。それにみんなで力を合わせた結果だよ。それもまた力の一つだろう。エステル・ブライト、なかなか腕を上げたようだな。だが父親の息まで行くのはまだまだといったところか。さすがに簡単に行けるとは思ってないわ。それでも一歩一歩着実に近づいていけてると思う。ヨシアと、あなたの弟と一緒にね。エステル。それでいい。そういえばお前とは別れの挨拶をしていないままだったか。すまないなれ、中途半端に消える形になって。レイベが謝ることじゃないわ。あの時ヨシュアと一緒に館から連れ出してくれなかったら、レイは一人ぼっちのままだった。だから本当に感謝してる。そうか。最後にもう一度頭を撫でて欲しかったけれど、なんだか爪が痛そうだし、遠慮しておくことにするわね。すまないな。さてと、ケビン・グラハム、ようやく確信に至ったか。ああ、この上なく、はっきりとな。ここから先はどうか俺に任せてくれ。あんたの大切な人たちも無事元の世界に返したる。そうか、ならばこのまま任せるとしよう。分かっているとは思うが、王は尋常ならざる人物だ。どう向き合うか、くれぐれも見誤らぬがいい。ああ、忠告感謝や。レーベ。どうやら時間のようだな。ようやく俺もあるべきところに帰ることができる。うん、お疲れ様。俺だけ姉さんのところにちゃんと届けておいたから。ああ、すまんな。あいつと共にゆっくり休ませてもらうさ。それじゃあな、ヨシア。うん、さよなら、レイベ。
ヨシア、その…大丈夫。覚悟はできていたから。あの時は、レーベに心配をかけるだけで何も言えなかったけど、今度はちゃんとお別れの言葉も言えたしね。ヨシア、そっか。僕の役目もここで終わりのようです。ケビンさん、あとはよろしくお願いします。ああ、任せとき。最後の守護者を倒したことで周遊道の結界も解けたはずや。まずはあそこに行ってみよう。わかりました。離宮に通じている場所ですね。なんや、天意の魔法陣が。これは、なんとも思わせぶりなタイミングで現れるもんや。いや、ひょっとしたらもともとこっちの扉の方が先にあったのかもしれへんな。なるほど、ありえるかもしれませんね。これって、どうやらこの先に何かがあるのは確実みたいやな。とりあえず覚悟を決めて入ってみるか。まっすぐ歩いたはずなのに。どうやらここも先に進むための条件がありそうやな。ひょっとしたらリースを連れてくる必要があるのかもしれん。ふーん、どうしてケビンさん。ま、さっき言ってた確信から来てるんやけどね。モノは試しや。早速拠点に戻ってリースを連れてくるとしよう。え？やっぱりか。ここってどうやらエルベリ宮じゃないみたいだけど。ああ、聖杯の紋章？ケビン。ここはシオンの家。俺とリース、そしてルフィナ姉さんが一緒に暮らしてきた場所や。